配信も開始します。配信、配信。また消えたってことだ。あれ？配信されてるのか。いや、まだ配信されてないです。あ、これだ、これ。これでライブ配信。ポチッと。見た。はい。開始してます。多分。こっちでチェック。チェックインしました。ログイン。あ、ライブ？ライブ、はい。あ、配信されてますね。はい、されてますね。はい。これで、スプレッドシートじゃないや。ペーパーズペーパーを開けば。しかし、まだ何も書いていない。よいしょ。はい。ということで、設定の状態から垂れ流してる感じですけど。とりあえず、あ、でも、はい、こう、設定しながらですけど。マイクはそれ使ってるの？いや、すいません、このマイク、今、ダミーで。アダプター、USB のアダプターがどっかあったはずなんですけど、消えてしまいました。ので、とりあえずは。出られなくなる。ゲストではゲスト、ゲストではあり。でも、これ始まってますよね。始まってます。青くです。はい。はいはい、服装でわかる。お疲れ様。一人出てきた。ゲストが出てきた。はい。これで行きます。入ってきた人はゲストになる。もう学生が質問しに来るみたいな。そう、研究室感じ。もう。よいしょ。はい。じゃあ、やりますか。はい。2週間ぶりのジョージ・ウエスト。そうですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週も全くお互いにみんな準備しないまま、とりあえず配信して、話しながら、あ、そうですね。はい。思い出す、ね。この、まあ、2週、この2週間何があったか。週間。もう、まあ、ぐだぐだと語る、日常報系の話ですけども、はい、なんかもう、ネタあれば、振っちゃいますけど。じゃあ、これいきますか。これ、これ最後がいい？このまあでも2週あだ前回のおさらいをしておくと、前回25回目で、前回はですね10月22日はいにやって、その時は西優さんゲストだったんですけども、地理情報システム学会のいろんなセッションやりました。そうですね、 GS 学会の話が多かったですね、はい、と都市と地方のモビ新たなモビリティサービス懇談会が始まりました、うん、バイ国交省、はい、カート2018を、うん、あ、もありましたね、まあ、大山学院大学シンギュラリティ研究所、それから西村さん中国へ出張する、うん、ゲストの話以上、はい、5本ぐらいですね。そうですね、この時もそうですよね、盛りだくさんな感じの、うん、ライトアップって感じですね。なので、まあ、GIS 学会以降、はい、以降、話まずカレンダーをみんなチェックしてくださいまたみんなあちこち、ね、授業っていうより交通系はいろいろやってましたよ、ね、なんともエキスパード30周年記念パーティー。ああ、それからいきますか、じゃあ。あ、それはす、なんか、そうなんです、どんな感じだったんですか。いや、もう、30周年ですか。30周年。30周年。88年に MS-DOS の時代に第1版が出て、なるほど、30年っていう。そうですよね。僕、MS-DOS 時代のエキスパードやったら、使ってましたもん。そうそうそう。覚えてる覚えてる。Windows で、いや、Windows からだと思うんですよ。皆さん使うようになった。うん、当時、僕はそうですね。パソコン買うと、もう、ついてきて、うんうん、多分あれで広まったんだと思うんですけど、うんうん、雑誌の付録とかもついてましたね。そうそうそう。で、まあ、彼らはそのどんどん月々データがアップデートされていくから、そこでビジネスをするっていうのを、まあ、ある意味確立したんですよね。うん、でもやっぱりエキスパートっていうのはこれからはそのモビリティのプラットフォームになるんだっていう、うん、その鉄道の情報を知るだけじゃなくて、もうその場その時に鉄道だけじゃなくてタクシーとか、うん、いろんなミックスしたそれ最適な交通を知る、それをできるプラットフォームになるよっていう、うん、そういう、こうビジョンを、まあ、示そうとしてましたね。はい、それは国内だけです。それともグローバル、まあ、ただマースグローバルっていう会社、フィンランドでやって、うん、マースの、まあ、世界でも最先端やってる会社なんですけど、そこの社長からメッセージをもらったりとかして、ということはじゃあ、会社とライバルではないのかとか、うんうん、なんかね、なるほどなるほど、いろいろと考えちゃいますよね。はい、うん、結構、そうですよね、ナビタイムとか割と初期の頃から海外旅行も含めたナビゲーションでどこの空港に行って、うん、どのゲートから乗ってっていうトータルナビを、うん、
今から20年かかってないか十数年前ぐらいには話をしてます、うんうん、やっぱり各社もうナビゲーションといえば路線だけじゃないよねとかバスだけじゃないよねとか、うん、そういうで、まあ、まさに、まあ、本当はマースっていう方向に行くんだと思うんですけど、まあ、マースの話をすると実はあの数日前に東京ではあの東急がマースの実証実験の発表をしてそれはあの通勤時間帯に皆さん混んでる中にあのバスを走らせようバスだったら座れるしゆっくり行けるよっていうような東急のマース実験の話をしたっていうのともう一つは結構これ本命に近くてトヨタと西鉄が組んで福岡でマースの実験で実際の西鉄の鉄道バスそれからあとジャパンタクシーが入ってるんで、うん、タクシーこれをあのトヨタが新しく作ったマースアプリがあってそのアプリを使ってシームレスに予約もできるし、それからチケットもそこで払えるしみたいな、そんなアプリをやって、実はそのトヨタ、あの福岡のマース実験っていうのは、多分なんだろう、定義の上のマースらしいものを日本で初めて実現して、複数のモデルを乗り継いで、あのそれだけじゃなくて、ちゃんと予約とかも、チケットとかも含めたあのサービスを、一貫したサービスをやろうっていう、そういう結構狙いがある実験を始めましたね。東急の場合はやっぱりバスバスのみだし、バスとまあ鉄道とまあタクシーシームレスに乗り継げるっていう感じなんだと思うんですけど、あれをマースとなんで呼んでるのかよくわからない。なるほど。これからその要素が加わってくるかもしれないけど、まあ、まあ、そうですね。そういった意味ではその定義のマースにすごく近いのがそのトヨタが始めたやつ、ね。ああ、トヨタにしたやつ。アプリが実は福岡向けとか言いながら、実は全国でも検索ができちゃうんですよ。おお、じゃあ東京の、うん、シェアサイクルなんかも、中途半端な情報が出てきたりとかして、なんかあの実験で終わらせないぞっていういろんな痕跡が見えるところが結構興味深いです、ね。そのアプリはもう公開されてる。されてます。じゃあちょっと。しかも、トヨタ ID っていうのがあるんですよ。トヨタが、トヨタ社とレクサスを持ってるユーザー向けのインターネット ID みたいなやつを発行してて、その ID がそのアプリ上で。トヨタユーザーなのに持ってないか知らないだけだと思って。そうあそうなんだ。トヨタ ID が、ま、アプリに紐づいてるっていうところも、あポイントはあるんですね。ほう。トヨタどんな気なんだろう、うん。なるほど。だからトヨタのね、なそうそうそれ、ね。マイルートマイルートか。マイルート。これね、結構ね、本気を感じる。お乗り換え案内を使ってるにもかかわらず、乗り換え案内の会社の名前が一切出てこないとかね。ああ、それは確かに、ね。そう。だからこれの、もちろん技術的な結構ベースの一つは Google マップだったり、Google マップは乗り換え案内の API を出してないので、日本では。乗り換え案内の部分は別の会社を使ってるはずなんですよ。でもこれ Google マップさんですかね、その地図は Google マップさん。徒歩経路なんかも多分 Google マップ。だけれど、実はそのバスとか鉄道とかの乗り換えの部分は、鉄道、うん。モーダルの部分はそこはね、Google じゃないと思うんですよね。独自でしょうね。そこは、あの、あのある会社なんですけど、そこの会社の名前が出てこない。なるほど。マルチモーダルルート検索では、あ、そうですね。だから、空きっぱ。空きっぱですね。まあ、駐車場の予約ですね。だから、まあ、それっぽいものをいろいろと組み合わせるんですけど、なんとその乗り換え案内の会社に関しては、名前が出てこないっていう、この、なんだこれはみたいな。その意味はどういうことなのか。これはね、なんとも言えないですね。やる気だったんじゃないのって1週間前に聞いた話を覆された気がしてね。おいう感じですよ。なるほど。あなたたち自分でやるつもりじゃなかった。名前も隠してそんなところに使われちゃっていいなっていう感想を私は持ちました。なるほど。結構ね、いろいろありますよね。アプリまでちゃんとできてるっていうのは本当にね、このアプリはあのそうです、ね、バージョン1としてはものすごくできてるので、うん、あのここからここってやるとちゃんとそのいろんなモーダルをミックスした経路が提案されて、うん、あじゃあここはタクシーでみたいなそういうことができるんですよ。だからすごいあの気合が入ってますね。完成度は、うん、高い。初期版としては完成度高いとか、うん、あとコンセプト映像とかいや、これちょっと違う。そうとかはね、いろいろ出てるけど、うん、そういうの作る人いっぱいいるんですよ。まあね、でも、ね、これがね、ちゃんとアプリになって、動いてるっていう。ちゃんと触れるっていう。しかも、はいはいはい、どう考えても全国で触れるから、おこれはね、すごいですよ、うん。そして、地図はでも Google マップ、乗り換え案内は、うん、みたいな、なんかその、組み合わせでこういうのが実は作れちゃったっていうのも、なかなかショッキングですね。確かに。
あ、そうだ。これ21ラメ。これはトヨタのプレスリリースあーですかね。はい、はい。一覧で。さっきのジャパンタクシーとか、なんか店舗、イベント情報を検索できる。シェアサイクルはメルチャリ。メルチャリ。なるほど。ジャパンタクシーだったりとか、結構ね、いろいろあの面白いところ組み合わせてるんですよ。なのになんで出てこないの？そこなんですそこの。いやー。乗り換えなんだい。頑張って交通事業みなサミットでも毎回読んでたじゃん、うん。そこに可能性があると思ってるから読んでたんだよって。主催者としての。おやおやちょっとね、すごい悔しさありますけど、ね、30年作ってて、ここで名前出してもらえないっていう、その、うん、いやー、インフラとしても認められたんですねって言ったらいいんですかね。ポジティブな。そうそう、いや、そんなことないでしょ。でも、そうね、マースの話がようやく実装レベル、まあ、実証レベルで、いくつかで出てきてるっていうのは。うん、なんか絵に描いた餅から一歩進んでるっていう意味では面白いですね。福岡のやつはあのやっぱり注目ですよ、うん、なんかちょっとユーザー体験に響くようなものができて、うんうん、来てる気がしますね。そこはな何がこうなんていうんだろう要素というかなんか突破口なんですかね。いやなんかこういうのやりたいと思ってるところは、うん、結構、はいはい、都市レベルでもいくつかあると思うんですけど、はい、なかなかここまでもやりきれるというところがない気がするんですけど、まあ、トップダウンだからできるみたいなのがあるんですかね。さすがこれトヨタだなと思いましたね。正直やっぱりトヨタの危機感とか何か新しいものを作ろうとするその気持ちって、あ、本物だったんだなっていう。で、多分トヨタが西鉄を口説いてあのやったんだと思うんですよ。だからこそそのトヨタ ID であるトヨタが、まあ、トヨタが作ったことになってるし、アプリが。まあ、西鉄もまあよく乗ったなとかジャパンタクシーもよく乗ったなと思うんですけど、やっぱりトヨタ、うん、あ本気だったっていう感じがしましたね。しかも なんとなくこういうのってやるとしたらちっちゃな都市でとか、はい、あそう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 、トヨタだとそれこそトヨタ市でやるとかっていうのだとなんかすんなり来るのが割とでかい都市で、うんうん、そうですよね。で実際交通も非常に複雑に動いてるところ、この、うん、場所の選び方すごいですよね。福岡で、福岡だから鉄道とそのバスとやっぱり組み合わせ、うん、まあもちろんタクシーも組み合わせて、うんうん、そこでやっぱり得られる効果って福岡の都市にすごくマッチしてるんですよ、うんうん、でしかも今の市長がまた割と動きが、うん、あそうですね、行政側も多分かなり動けてる、うん、行政がこれに対して何かやったかどうかちょっと分かんないですけど、ここもまだ話は聞いてないですけど、うん、でも少なくともいいよ、どんどんやれみたいな感じで、まあ変な言い方は邪魔しない可能性が、まあ邪魔しないぐらいまでは話したかもしれないですね。なるほど。ちょっともう始まってるんですよね。ああでもこれから開始だから、東急は来年の春からで、トヨタは、うん、トヨタのやつはもうアプリ11月から確か使えている。いろいろちょっとみんな、うん、博多福岡にいた時にはそう、まあ細かくはいろいろとええみたいなのがあるんだけれど、うん、いやでもやっぱりあ10月31日から、うん、あじゃあごめんなさい、11月1日とかかな、そうですね、11月1日から始めるということを発表した。ちょっと実際使ってみて、うん、そうですね、これはね注目ですね、うん、ちょっとやってみよう、こうなんかそうトヨタが見てついちゃう、全然なんか関係ない人たちが勝手にながら話してる。いや今日朝そうだニュースを見ていたら、で今ねちょっとあのその該当記事がなんかいろいろ調べてみたんですけど、案外まだ全然出ていなくて、ようやくなんか中日新聞だったかな、佐賀新聞だった、なんか地方の新聞記事しか今まだ引っかかってきてないんですけど、あの静岡県の裾野市、まあ新幹線で多分三島駅のすぐ近くなんですけど、に子会社の工場がトヨタの工場があるんですけど、そこの跡地を使ってその自動運転車が送迎してくれるっていうのを、アポにもちょっと書いてあるんですけど、その先進都市開発を始めますみたいなのが今日結構ニュースではなんか大々的に言っていて、これどうなんだろうみたいな話を、スーパーシティとか言って、あそうそうそう、ちょっと絡んでるのかなと一瞬思いつつも、ただもうこれも結構早くからね、そうですね、20年代後半までの完成って書いてあるから、確かにちょっとまだ先の話なんだろうなと思いますけど、スーパーシティ
で日本から生まれた言葉。多分スマートシティっていうのはもう10年ぐらい前に言葉を消費しちゃったからもう一回言い直してるんだと思います。なんか言ってる人は日本人しか頭に浮かばないけど、なんか外国人の人って言わないですね。言ってないですよね。ね多分スマートシティの文脈のさらに上でみたいな。日本の役所はもう3年やるともう終わった、うん、一応言葉がワコンなだけでそのうちハイパーシティが出てくる。ああそうだね、でもなるほど。そんでなんかちょっと行政の役所のシステムね、どうなそこにいやいや、オープンデータだっていつの間にかオープンデータ 2.0 とか言ってた。ああそうそう 3.0 は言ってないのね、まあ、バージョンがそうしないとお金がつけられないみたいな、まあそうバズワードの強さがありますよね。これだって国家戦略特区の関係で始めてるのでどうなんですかね。ということで一瞬で却下されましたね。いや言葉の使い方が日本っぽいなっていうのはなんか聞くだけで感じますね。確かにね、うん、なんか交通関係周りだけでもこんなに話す話題がでもエキスパートの30周年の話がはずだったからはずが、まあ、いやいいっすね、うん、いやすごいすごい、だから世界観の広がりが見えてきてるっていうのはいいことですよね。今までなんかやっぱ乗り換え案内とかそれだけでは、それだけで深く話は当然できたんだけど、なんかそれ以外のちゃんとこう話に繋がっていくっていうのは面白いなと思って、まあ、当然のことでやっぱりあの経費生産とかに使ってるだけじゃなくて、その場その場のモバイルの人がまさにリアルタイムで使ってるわけじゃないですか。だからそのリアルタイムの人に対してどうやって情報発信して導いていくかっていうことがやっぱり本質的に重要で、そこに対してこうまだまだソリューションっていうのは可能性あるよっていう、そうですね。だからね、Windows とか MS とかやったら乗り換えんなよ。ただただこうモバイルでも使えるよっていうだけじゃまあ全然足りなくて。うん、じゃ次じゃあ導きいきます。導き、導き、導きがあれ11月1日ですよ。1日ですよね。そうそう。いや、ついにですね。何が変わったのって、ね。みんなこう、みんなセンチメートルになると思ってる人たちが、なってねえぞみたいな。そうそうそう。いや言われちゃう。何が変わったんですか。一応、正式な運用開始っていうだけで、でも今までも使えてましたし。まあそうですね。で、うん、基本、サイトに行くと、補強信号に対応しているデバイスと、補完信号に対応しているデバイスのリストが上がってて、補完の方に iPhone とか入ってるから、おみんな iPhone 持ってれば、導きの精度が数センチメートルになるらしいぞと誤解した人たちが、11月1日にすごくざわついてた。ざわついてた。ありますけど、あれ、なんかできないぞみたいな。あのタイミングは正式本格運用のスタートなだけで、はい、今までが実験だっただけだと理解してるんですけど、そうですね。いやでも公式サイトにまさに書いてあるように、あこれはだから11月1日の前の時点での、はい、あちょっと待って貼りますね。これ多分内閣府のあれですね、導きのホームページだと思いますけど、よこれでいいのかな。あそれはね、はいはい、あれですね、速報で今下に入りましたけど、そうですよね。なのでいや結構ドローン業界もざわついていて、どうなんだドローンの精度が上がったのかっていう、いやまあ、まあ、まあ精度というかまあ今までも三匹使えてたよねみたいな。でも、ね、対応デバイスがどれだけ今後増えていくか、ね、そうですよね。で結局単に補完信号としてだと GPS 衛星がまあ、最大4機増えたので、うんうんうん、まあそれだけでもありがたいですね。まあ、もちろんそう、あとまあ順天頂なのでそれが上空に割と待機する時間も長いので、うんうん、角度も行角もすごく高いので、うんうん、まあ、隙間からも届きやすいっていうのは、うんうん、でもまあよくはなってはいるけれども、うんうん、11月1日を境目にして劇的に上がったというあのこう誤解がそうす、ね、生まれたのはやっぱりそんなもんなんだろうなという、うん、ところですよね。しょうがないですよね。まあでも良くなってるし、実感として実際なんか精度上がってきてます、ね、やっぱ順天頂が出てきてから。まあ最初の1号機から含めてやっぱりで奇数も増えていくのと、うん、まあこう外的要因としてのその他の測位衛星も GNSS 衛星全体も増えているので、うん、確かに結局ハイブリッド
ットというかマルチ GNSS 対応のデバイスも増えれば、うん、もちろん導きの影響も大きいし、うん、それ以外の衛星の効果も出てるしっていうので、結果としてもあれですよね、シングル即位で、うん、結構サブ条件良ければサブメーターぐらいまで1メートル誤差切れるぐらいに来た感じはやっぱりしますよね。あの過去知ってると劇的にやっぱり違うけど、うん、それがある日タイミングがぐっと変わったわけじゃなく、うん、じわじわとなんかこうその精度が上がってる感じはありますね、うん、最初の導き1号機の時もやっぱりシングル即位で、対応してるガーミンのデバイス使ってもまあ言って 2,3 メートル精度が限界ぐらいだったのが、うん、今 2,3 メートル当たり前になってる、ね、うん、そこは体感的にはあもう1メートルぐらいいけるかな、下手すれば1メートル精度切ってきてもいいな、うんぐらいの感じですね。そうですね。だから 2,3 メートル誤差を知っている見と知っている立場からすれば、やっぱり 2,3 メートルって言ったら、まあその一つ向こうの通りぐらいまでではないものの、やっぱりそのなんだろう、路線の歩道の例えば反対側とかは、まあ、当然合わなくて当たり前ぐらいのところだったのが、やっぱまあある日を境にはもちろんないんだけど、でも実感としてやっぱりなんかもうほぼ自分がいる地点がちゃんとその地図上からもピンポイントで分かるし、まあ、そのそれこそポケモン GO とかね、ゲームをやっていてもやっぱり大体そこにいるっていうのが明確に分かっているっていうのは結構おおって当時やっぱ思いましたよね。あとはそのそういう意味で、まあ、今4機で、まあ、最終的っていうか、ね、もう少し進むと7機っていうふうに言われてますけど、今までやっぱり時間でちょっとやっぱり微妙だなと思う時間が、それは毎日例えば夜の9時になるとおかしくなりますってわけでもなかったので、より実感的には多分薄いんだと思うんですけど、やっぱりなんか明らかにちょっとこれは補足できてないんじゃないかなっていう時間帯があったものが、なんかだんだんそれがこう平滑化されてくるっていうか、そんなに感じなくなってくるっていうのもあるし、これがで今度は24時間っていう風に進んでいくわけなので、なんかこう連続観測してるものとかに対してもちゃんとこう信頼性を持って提供できるってのは結構強いんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。この辺センチメートルオーダー。うんうん、まだ補強信号対応のデバイスちょっと大きいので、スマホに当たり前につくのはもうちょっと先なのかもしれないですけど、うんうん、まあそのうち広がるんですかね。多分コストと大きさの問題がクリアできれば。あとやっぱり日本だけですよね、そこは。日本とオセアニアというか、まあそうですね、そうですね、アジア、まあ、アジアはちょっとやっぱり、東南アジアはちょっとずれてるので、うんうんうん、パーフェクトな条件ではないにせよ、アジア、オセアニア地域はある程度カバー。なるほど。たぶん一番メリット出るのは、やっぱりオーストラリア、日本以外だと。あ、そうですね。オーストラリアかな。もしくは、いわゆる船舶系の海の上とか。まあ隅のはでもセンチメートルいらないかわかんない、自動航行がの船とか今後どうなるのかわかんないですけど、うん、まだそうですね、こう世界中に行くわけではないのと、まあ僕も知ってる範囲で言うと、多分新幹線と同じように今後こう日本の ODA 的なアプローチで順天町がこれがうまくいったとか、オーストラリアみたいな海外からも評価されたってなった時に、じゃあこう、緯度的に縦長、まあ、地球でいう縦長の、大陸が続いているような北米、南米のようなエリアとかで精度を上げたいけど、例えば、なんだろう、ちょっと反米的な、政治志向のある国々で、GPS 衛星に依存しない自分たちの即位衛星欲しい、じゃあ日本の順天町同盟主みたいなのは今後あるかもしれない。GPS に依存しないですかね。まあ結局ヨーロッパのガリレオもそういう立てつけじゃないですか。北斗もそうそうとは言えないじゃないですか。ただまあ今7機まで、うんうん、4機でもちゃんと全部動けば、うん、日本上空に関しては、ね、なのと、7機まで完成すればいよいよ、うんうん、じゃあそうそうアメリカ依存でなくても運用できるというところは、そうですよね。もともとクリントン政権の時のやつなの で、うんでね、いつトランプがまた SA 入れるとか言っても驚かないじゃないですか。まあ、まあ、全く驚かないし、いや実際やっぱりね、機械というか、ね、上空を飛んでるものなので、まあトラブルも含めて、まあどういう状況になるか全く未知数なのか、うん、まあそれはもちろん日本で上げてる衛星もそうだと思いますけど、そういうなんか不確実性って言った時に、じゃあで自前でなんとかそういうトラブルを含めてカバーできるのか、もう海外っていうか第三国に依存しなきゃいけないのか、多分大きく違うと思うんですよ、ね。いや正直トランプ政権が生まれる前は
いや大丈夫でしょうって思ってましたけど言ったってみたいなね出てきてこの前ブラジルも国極右がの大統領になっちゃったんです、うんうんうん、なんとなくで今度、ドイツも、メルケル首相の与党が選挙で負けたりで、うんうん、次再選ないかもとかっていう、まあ、いろんな政治的な状況を見ると、うんうん、なんとなくこうやっぱり閉鎖的な世の中になる傾向がちらちら出てくると、うんうん、測衛星のネットワークそのものもいつまでパブリックドメインで出てくるのかっていう課題がないと思ってたのにリアルになってきちゃったなって、うんうん、ヨーロッパの選択もあながち間違ってなかったのかもしれないとも言えちゃうのが切ないですけどね、うん、私中国がバンバン飛ばしますし、ね、中国は中国になってますしね、まあ、そういう状況の中では、うん、必要とする国は出てくる、うん、まあそれこそ話を戻すとMERSみたいなサービスがグローバルでどんどん展開されていく中では測衛星って結構肝なんですよ、ね、そこはやっぱり、うん、本当はシェアした方が効率はいいのかもしれないけど、うん、っていう、まあ、嫌な世の中になっちゃった意味では大事になってきてしまった現状はあるかなと、うんうんうん、あとはねどのぐらいそのコストカットができるかも多分一つポイントになってヨーロッパなんかも最初のガリレオなんかは予算食いすぎて本当に継続できるのかみたいな指摘もされてたわけです。ふたを開けてみたらね、もう連続稼働、連続運用になってきてるので、いやそういう意味では本当にこう、ね、自分がロケット作れるわけじゃ全くないので、ね、そういうのをこうちゃんと低価格でしかもちゃんと打ち上がるように作れる、しかも技術者の人かか、ね、そうそう。プロジェクトが始まってから実際に打ち上がるまで何年をよく耐えられるんだろう、ね、すごいなと思いますよね。西村さんが入ってきた、はい。入ってきた。どこだろう。多分岡山。あじゃあ西村さんのつながりで。じゃあ次でフォス掃除。あ唯一行かれた。いや疲れました。お疲れ様でございます。ちょっとリンク今入ります。何だろうね、はい、いや今回実は僕全然知らなかったんですけどテーマがレジリエンスあそうですね、はい、なので災害復興みたいな、まあ、復旧復興災害時のいろんな支援みたいなそんなことのためにこう GIS がどう使われたかみたいな話を聞いててなのでその自治体の中の GIS の活用事例とか、うん、そういうのを結構聞いてましたで特にその岡山って水害があった、うん、あそうですね真備町で、うん、その辺の話をしておでただそれと全然関係なく、まあ、ここでも何度か話した岡山ってオープンデータが公共交通のオープンデータが盛んなので、その話を僕はして、オープンデータを使うと、こんな風なことができるよみたいなアプリを使ったり、まあ、QGIS に表示したりとかやりましたよみたいな、そんな話をちょっとなんか、経路の違う発表をしてきた感じでしたね。なるほど。あれかな、ちょっとタイムラグが出ますけど。うんはいそうですね、結構本数も東京並みかもしかしたらそれ以上のぐらいあると思いますよ。発表はい、予定のセッションこれがあって。セッショントラックで、まあ、20分ぐらいの発表がこれだけあって、うんうん、全体の参加者も面白いですね。5、6個ぐらいいたのかな、30よりは多いな、いうぐらいの感じで、そう場所、あの場所でこれだけ人が集まるんだみたいなのありましたね。うんそうですね、今回は岡山大学の会場をお借りするので、うん、通常こう東京はちなみに宣伝しとくと今週末なので、うん、金曜日にハンズオンやって土曜日がコアデなんですけど、うんまあ、そういう話戻すと東京とそれから関西が、はい今までは秋のシーズンには、定期的にやってきてで関西は持ち回りで最近いろいろなところでやってるので、うん大阪市立大学地球圏京都でやって、うん今回はその間に確か奈良女子大学でもやりましたけど、うんちょっとその関西っていう僕から少し飛び出すという意味で、うん、今回手を挙げていただいた岡山でやるってことで、うん、結構ですねいろんなところで関西の場合は会場を変えて、うん、テーマも変えてやっているのでいやよかった面白いですね、GIS っていまだにその自治体の中に入ってるアーク GIS だっていうぐらいじゃないですか、うん、東京だけで多分 GIS っていうのがこう広く捉えられてる。ちょっと外出るともう、まあそうね、市役所にアーク GIS とかあの辺のことだよねぐらいの
識なので、うん、そういった意味ではその GIS って言葉がすごくこう広い意味で捉えられたのが良かったのかな。なんか特に印象に残ってる発表とかありました？自分の発表の準備が自分の発表の準備がはいちょっと大変でした。大変でしたけど、はい、寄せ集めでやりつつなんかあの QGIS が Mac で動くようになって見せられるような、はい、3.4 3.4 あ 3.4 つけお、うん、いやでもあ 3.4 割と調子いいですね僕も、うん、今のところ Mac 今のところおなんかね調子いいです。かえってね落ちなくなったかもしれない、うん、まだちょっとそんなに使い込んでないですけど、はい、あとあれかなレティーナに対応したのかな、はい、ついに あそれはあると思いますね、うんうん、気づかなかったけど確かに綺麗言われてみれば綺麗かも、ね、おおなんか以前よりもちょっとなんかもやが一つな感じですねなるほどそうですね、まあ、今日朝、はい、チリ人さんがあのネット地図を縮尺決め打ちで印刷したいんだけどどうしたらいいかみたいなのをポロッとつぶやいてたから、はい、多分それってデスクトップ GIS 系だったら割とできますよみたいな話をしてて、うんうん、そういえば休日 3.4 でちゃんとそれできるかなって思ったので試してみますって宣言したまままだやってないです。すみません。たぶん 3.4、Mac で 3.4 いけそうな気がするんですけど。はいはいはい。あ、新幹線乗って、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日多分ありがとうございました。ハンズオンが、あれでしたね。ハンズオン で、ね、ハンズオンでもやりたかったんだけど、できませんでしたっていう、ね。さすがに、そうね。ここの授業を、そこすぐできたっていう。そうですね。3.4 は、そうですね。僕も初日に入れていろいろ試してみましたけど、まあ、今のところ不具合は、あ、そう、あの、先々週かな、だから、その GIS 学会で、3.2 を使って、結構大変だったっていう話を、まあ、基本的にあれは大体、あの、クリアできて、うん、いて。あと、翻訳もなんかちゃんとできてたね。うん、ああ、という話でしたね。翻訳もなんかいろいろ。じゃあまた次回。あ、次回、はいはいはい。翻訳もそうですね。あのいろいろ紆余曲折はありましたから。そうですね、今はそれでトランジフィックスでしたっけ、ね、翻訳の専門専用サイトで、それぞれのプロジェクトが立っているので、メニュー系は大体まあ 3.4 のリリースが出たので、まあ、翻訳できてないところが仮にあれば、まあ、それをちょっとちまちま直していくという形ですけど、うん、今後多分その 3.4 のマニュアルとか、うん、あの周辺のそのQGIS の周辺のツールのアップデートが当然あるので、うん、多分その翻訳のお手伝いとかは必要かなというところですね、うん、結構やっぱ大幅に変わったのと、まあ、前回も話したようにあれですよね、ロングタームサポート、うんうん、UTR としては、入れ替え今の 2.18 から 3.4 に変わるということなので、まあ、今後、あれって2年ぐらいなんでしたっけ、LTR って。大体そんな感じですよね。ね、まあ、業界的にも大体そのぐらいですよね。うん、でも、ね、そうですね。そうですね。まあ、だから、2年ぐらいは、まあ、1年半から2年ぐらいかは、その、まあ、長期でサポートしますよって、まあ、宣言をするということですよね。Mac でちゃんと使えちゃうんだってよく。西村さんも今のところ不具合で、はい、ああ、いいですね。この4人で、とりあえず今のところ深刻なトラブルはない。特に Mac 系ですね。なので、それはいい経験ですね。逆に、あれですよね、もう3系統ぐらいになってから、その Windows の不具合はほぼ、あの、その、何でしたっけ、OS 上 4W でインストールすれば、ほぼ多分間違いないのかなと。って言って。まあ、どうしてもね、Mac は、その、Mac の、MacOS X の対応とか、まあ、Python 対応、Qt 対応、別々になっちゃうので、結構大変だったんですけど、ようやく対応できたということで、素晴らしいですね。うん。こんな感じですね。掃除も終わり。終わり。これが東京ありますからね。忘れなきよ。いやもう、本当に。はい。いろんなイベントがありつつも、でも週この前の週末は、はい、それ以外なんか大きなありました。あ、あれですよ、CSIS Days。あ、Days だ、そうだ。そうだ、Facebook ライブで初めて。あ、あもう一応持ってきましたよ。今年のアブストラクト集、はい、アブストラクト集あります。あ、なんか雰囲気変わりましたね。あれ、はい、いつから
このデザインだと。これはですね、新しいパンフレットを作ってからなので、うん、2016年度ぐらいですかね。から、はい、なんか僕の知ってるデイズのパンフレットデザインだった。あのね、前からあれあれすごいやっぱ好評だ、ね。そうですね。小指きたす感がすごくあったんですけど。うん、なるほど。今回どうですか、はい、傾向としては技術系が多いとか、はい、どういう系が多いんですかデイズは。ああ、そうですね。まあ近年やっぱここ2年ぐらいで本当になんかいろんな分野また広がってきてるなっていう傾向もあるんですけど、やっぱりあの何て言うんでしょうね、こう投稿される、コミュニティというか、まあ何て言うんでしょうね、そのまあ研究機関であったり会社さんであったり大学もちろんそうですけど、その広がりもすごい増えてきたし、逆になんかですね、これ2日間でまあ4セッションで構成するっていうスタイルなんですけど、こう枠のくくり方が難しくなってきたなっていう悩みがあって、そう今はまあこれテーマタイトルもちゃんとつけてるんですけど、特にあの A セッションとか見ていただくと分かるんですけど、なんかそうもうねこれで まとめないとダメぐらいで、なかなかすごい悩ましい。そうか、かといってじゃあ、ね、別にその自然なりセンシングが極端に少ないってわけでも全然ない、うん、ないんですよね。なのでいやそれだけやっぱりこう一括りにできないテーマの広がりっていうのがあるのはすごいなと思うところですね。でやっぱり使ってるデータも結構いろいろバラエティが増えてきていて、まあ、かつて、まあ、人の流れデータありがたいことにたくさんいろんな人に使ってもらっていて、まあ、発表数も多いんですけど、まあ、人の流れデータとかコアになる例えば前輪の Z マップシリーズとかですね、ああいうデータ以外にも結構その例えばマイクロジオデータもそうですし、まあ、地形関係でも結構いろいろ最近データも増えてきてるので、まあ、そういうデータを使ったり、あるいはもうそれこそオープンデータじゃないんですけど、自分たちでそういう、まあ、計測をして作りましたみたいな話なんかも当然いろんなところから出てきたり、中日新聞とか、あそうなんですよ、今回ですねカルトグラムの発表だったんですけど、そういう、そうですね、メディアの方がこれもですね、あの僕もあの全然すいません、あの知らなかった方で初めてお会いしたんですけど、そういう意味でその方自身も、ネットでそういうなんかカルトグラムみたいなこう歪ませて、うんうん、あえて作るやり方をいろいろ調べていたら、うちのその研究センターなり、カルトグラムを当時作っていた井上先生、ね、はい、の、サイトに行き着いて、実際なんかお会いしに行ったらしいんですけど、なんかそういうつながりもあって、面白いなという。新聞社はやっぱ地図が一つ あのネットならではの表現としてあるのかもしれないですね。でやっぱあの実際に発表も聞いたんですけども、うん、そのこの方の場合はその選挙地図いわゆる、はい、そうですね、あの衆議院参議院の総選挙のずっと分析を、はい、していた中で、なんか井上さんっぽい懐かしいそうそう、でなんかその2004年だったから小泉政権の時の、選挙地図を作る時にやっぱコロプレスで表現しきれない要素をどうするかって悩んでた時に、あこういう方法があるんだっていうの初めて知ったんで、なるほど、でそこからなんか独自にいろいろこう改良して、実際これあの発表の時には、まあ、アブストラクトで書くんですけど、あの一応中日新聞のウェブサイトでも今も見られるということなので、これはゲストが。はい、終わった、はい、はい、終わったら、はい、あと2台、あ、了解です、はい、じゃあ、ね、ちょっとそこに、あ、とりあえず まとめといて、置いといてもらえれば、はい、いいです、はい、こう飛び入り飛び入りで、はい、そうそう、いやそうそう、カルトグラムの地図なんかも出ていますね。どうデイズのライブの映像は、はい、アーカイブとして残って、あ、ね、の残してると思いますね。じゃあ後で CSIS の公式のサイトからたどれば、はいはい、いけるんじゃないかと思います。で、まあ、Facebook側のトラブルがなければと思います。はいはい。あ、でもね、なんかあの4時間上限制限があるので、それもトラックごとに配信しながら今回録画しているのと、まあ、あの今まで Ustream ライブでしたっけ、はい、そうですね、使っていたんですけど、やっぱりちょっと使い勝手の問題等もあり、うん、もう本格的に変えるかという判断をしたので。このジョージ・ウェストのノウハウは実は生きてる、はい、かもしれないみたいな、わかんないですけど、そうなるとちょっと嬉しい、あ、そうですね、はい、でもバッチリ配信もうまくいってたので大丈夫だと思います。で、あ、そう、おまけにですね、これあの、どの段階で気づいたかオフレコなんですけど、実は20周年でして、おお、小さいです、
だったという。知らなかった。デイズ20回目。いや、ね、センターとして20年目。デイズとしてはどうなんですかね。言われてみれば、そうだ。またまたま、はい、私、僕の東大新領域。あ、そうそうそう。2周年の新興環境の、そう、2周年ってこの前、この前僕も知るみたいな。そう、で、それが式典がなんか火曜日かなんかに、選手やったらしいんですけど、まあ、気づいたら20周年で、15周年で実は結構大々的なやってました、ね、シンポジウムやったので、まあ、今回は、一応特別セッションを20周年にし、今段階は20周年記念年以上みたいな。じゃあ、ちょっと。次はね、四半世紀、はい、25周年、そうですね、そっちがちょっと、そうですね、クォーターでいけば、そうそうそう、ちょっと5年後、5年後、2023年ですね、どういう時代になってるのか見通せないですけど、あれ、話に長引かしちゃうと、はい、今の CSIS として、昔覚えてるのは、はい、割と2000年代から2010年ぐらい。中では、地理空間情報社会を実現するみたいな、はい、そういう、うん、そういうキーワードが割と大きくあって、で今2020年までのなんかこう CSIS のキャッチコピーじゃないですけど、この方向を目指すなかったでしたっけ。だから僕もあれに2014年までいたから、あ、そうですね、15年までいたから、意外に覚えてないし今ないのかな。キャッチコピー、その前は、はい、あれですよ、時空間、あ、そうか、ちょっと、それで、そう、その2000年から2010年の間に時空間情報活用推進基本法もできたし、あ、まあそうですね。その辺の、うん、なんかいろいろ大きな枠組みの中では、CSIS は時空間情報社会を作るんだ、みたいなニュアンスがもうできちゃったし、うんうん、次、CSIS に何するんだろうっていうメッセージって、なんか、明確に出してないのかもしれない、かもしれないですね。まあ、それを確かにね、次を見据える上では大事だし、まあ、内々ではいろいろ、そうですね、いや、それ多分確かその、うん、この、アブストラクシュとしてもその地理空間情報社会をイメージした、あのデザインだったんですよね。なので、なんかそれがデザイン変わったっていうことはきっとなんかこれに大きなテーマがあるのかなって今見てで、あんまりまだわかんない。そうですね、すいません、僕もなんか最近はちゃんとキャッチアップできてないですけど、はい、ちょっとずつみんな遠ざまなんですね。いやいや、一応ね、あの中の人なんですけど、どこに向かうメモで西村さんがどこに向かう、まあ、いろいろそのご心配もおかけしつつではありますけど、はい、まあそうですね。でもやっぱりあえてこう地球儀というかグローバル化するっていう表現は結構は。やっぱりでもさっきの瀬戸さんのカテゴライズにはまらなくなってきてるっていうのは傾向としてはやっぱりより多様な状況になってて、でやっぱりくくりにくくはなっているというところをどうするか、まあ多様のままいろんな方向に広がっちゃえばいいのか、とはいえ全体としてはこっちの方向みたいな、こう向きは合わせてくるか、多分なんか分野はもうそういう意味であれですね、あえてそのクラスター化しないというか、うん、まあその全方位を目指すみたいなタイプでいいと思うんですけど、まあそうするとやっぱ分かりにくいっていう話はよく聞くので、うん、まあ、ちょっとしたやっぱ方向性、まあ何らかのその分野ではないタイプの方向性みたいなものは必要なのかなと思ってますね。まあ、それこそさっきのスーパーシティじゃないですけど、バズワード的なものは、うん、ないよりはあった方が分かりやすいっても分かりやすいけど、下手なキーワード選びすぎちゃうとまた、そうですね、そこに特化するのかみたいな話になっちゃうんで、そうですね、そこは非常にやっぱり今のこうスタッフっていうかの分野を見ても、その本当にこう解析の、ね、先生もいれば、そのアプリケーション側の工学系の先生もいれば、僕みたいにちょっと人文とこう工学の間というか、そういうなんか隙間の先生もいれば、まあ、アートみたいにね、あの少しこうエンターテインメント寄りの先生もいればということで、すごい分野としてはこういろんな分野をちゃんとカバーしつつあるとは思うので、逆に言うと偏ってないところなので、そうか、大事にしたいなと思いますね。最近あんまりなんやかんや、さっきのマースもそうですけど、うん、キーワードとか技術がどんどん進化していく中で、なんか逆にこの業界の中でのこう
一つの立ち位置とかそうですね。キーワードって、何日を狙いとか。もう時空間は時空間って言葉なりにもう定着してはいるので、うでね、もう政府用語になってますね。なので、そこはいいかな。当初目指すべき目指してた世界は本当にもう実現しつつあるので、それは正しかったっていうのと、そこにじゃあ CSIS として本当にどういうコントリビューションがあったのかっていうのと、だからであとはまあ多分 CSIS が最初目指して世界を実現したんだから、じゃあもう役割としてはもう研究じゃないフェーズに入ってるんだって言って、ああもう解散しましょうって、もううちはどちらかというと企業をやりますみたいな、そういう道もひょっとしたらあってもいいかもしれないし、研究でやり続けたかったら多分ちょっと次を考えるんでね。そうね、なるほど。分野にとどまるんだったらもう研究じゃないよねっていう、実践だよねっていう言い方もありえると思います。そういう意味で寄付部門っていつスタートしたっけ、はい、最初は、だから2008年ですかね、が第1期。その、地球環境保護会が出来上がって、そう、選挙法できた直後ぐらいですね。そうですね。うん、なので、そうですね。で、そこはやっぱりね、3年なり5年の、まあ、割とこうショートミドルタームでの、なんていうんだろう、そのプロジェクトになっているので、うん、最初だからまさに、その基本法を受けて、じゃあ、どうするかって話が第1期で、第2期はいわゆる次世代、社会基盤情報寄付研究部門って言ってましたけど、そこは割とこう時空間情報センターを立ち上げるであるとか、うん、 まあ、そういった話になって、今3期は宇宙インフラとどうつながるかっていう話になってるので、そこはまあ割とこう短期的かつ社会実装を最大限やるっていうところですよね、うん、なるほど。なんかそういう意味で言うと、うん、いやこれを絵をもう一回見ると、うん、やっぱりこう宇宙からはもう切り離せなくなってくるぐらいスケールがちょっと上がっているので、うんうん、まあジェスティスしかり、うん、まあ、超小型しかり、まあ、他も含めて、まあ、順天長もしかりで、うん、もうなんかそのあたりが空間地理、空間情報の地理として地球の地べただけじゃなくなっちゃってる、うん、いわゆる地表面とかね、そういう地べたの宇宙も当たり前に議論できて、多分そういう発表ももう CSIS でできちゃう時代に来ちゃっているのかも。そうね、でも人空間になってるのはこうその業界だけじゃないし、どうなんでしょう、あのこれでもね、本当人空間って言ったら、あの先生だなって、その顔ぶれが20年変わってないじゃん。あ、確かに、ね、実は同じこと交通でも起こってて、ITS って言ったらあの先生だなっていう。なるほど。交通の情報化って、まあ、ITS って言われてずっと言ってた、その ITS の人たちが今多分一番の若手が50代、あ、そっから下の人たちはもう空洞。それって、うん、そう、どこの分野でも聞く話で、うん、だってフォッソージーのコミュニティだって若くないじゃないですか。そうですよね。それはフォッソージー岡山に来てた平均年齢ってなんやかんや2008年のフォッソージー東京の平均年齢と比べるとそんなにこう若い年齢が維持できてるとは思えないと思うんですよね。で、僕今回 OSMFJ の理事選挙とかって出なかったんですけど、もう2008年に OSM ジャパンのコミュニティ立ち上がって10年やったら、やっぱりもう自分は退いた方がいい時期に入ってきてるので、もう今回理事やってあと2年やると12年やるわけで、それってちょっと切りが、人が、そう、人回りやるよりは、もう、そうですね、次の世代にちゃんと託さないといかんと思う。例えば坂下さんとかまた、あの選挙に立候補して、まだ今選挙投票中ですけど、やっぱりそのメンバーも、どんどん、そう、西山さんが、そう、G 空間だけじゃない、G が、OSG をも OSG。になっちゃってる。男っていうの問題ですね。男女ですね。っていうことも含めると、うんうん、まあ、なんでしょうね。これは次解決しなきゃいけないのか、それで割り切って、うん、じゃあみんな平均年齢、まあ、一歳ずつ上げてって。まあね、だから若い人がそれなりにまた別の新しい分野を見つけて開拓して、何かが起こってるんだったら、それはそれでいいと思うんですよ。なので、いや、それで、うん、今年僕感じたんですけど、はい、GitHub サテライのカンファレンス今年初めて、サテライト東京、ユニバースの下です、ね、下、はい、GitHub はイベントはユニバースが国際カンファレンスで、サテライトが各国のカンファレンスで、コンスタレーションがその下のローカルイベントみたいなの
て、あ、分かれてるんです、はいはい、ちゃんとユニバースの下にサテライトがあってその下にコンサレーションがあるみたいな。ギャラクシーとかないんで逆かな、コンサレーションが上からちょっとそういう感じで、で、そう、今年、GitHub のそうイベントに登壇したら、ほぼ最年長、僕と及川さんとか、なんかそういうメンバーで、GitHub のコミュニティ、超若い。何この、ね、キャピ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 すごいこう衝撃を受けて、面白かったですけど、そういうコミュニティはやっぱあるんですよ、ね。なので、なんか OSG とのギャップをこう肌で感じて、いや、GitHub 楽しいなって思いつつも、まあね、そういうコミュニティは巣立ってはいます、ね。うん、ゼロではないっていう、はい、ので全然そこは、ね、あのその中でまたジオの世界の人たちが出てくればいいし、まあ、でもよく考えたらですね、こう OS ジオっていう全もう少し 全体で見たときに、その OS ジオが今インキュベーションというか、まあ支援をしているプロジェクトも QGIS だけではもちろんなくて、もう昔からやってるグラスであったりとか、まあ、一方でなんていうんですか、例えば、インキュベーションじゃないかもしれないけど、マップボックス GL みたいな、もう超若手がバリバリやってるぜみたいなものもやっぱり一方であるので、もうちょっと要素分解してると、同じ OSGO の傘の中では、こう高齢化してるんだけども、個々のプロジェクトベースで考えていくと、もうちょっとなんか若い人たちがすごいイケイケでやってるものもあれば、もうレガシーでずっと、だけどこれはすごい安定してるから、全世界の誰でも使えますみたいなものがあって、なんかそういうのが、混在してるっていうのも別に、まあ、僕は悪くないんじゃないかなと思うんだけど、うん、まあ、一方でじゃあそのカンファレンスをやってる主体の、高齢化ってなった問題だと思うので、うん、まあ、もうちょっとそういう意味では、ね、こうダイバーシティってよく言いますけど、いろんな世代いろんな人が入ってこれるようになると、それだけで多分あのカンファレンスで扱いたいトピックスが、ね、こう多様化すると思うので、多分そういう意味でレイズって多分平均年齢変わってない気がする。あ、多分、あ、でもそのデイズの運営しているスタッフは、うん、まあそのまあ、大体やっぱ助教の方が中心になるので、今だとだからもう僕とかはそういう意味ではデイズのコアの上にはタッチしてないので、うん、そういう意味でちょっとずつ世代なり、まあ、変わってきてますよね。あと、それ学生とかも含めて、あ、もうそうですね、それはかなり変わってますよね。毎年変わってます。常連っていうのはあんまりない。やっぱり大学の教育システムの中にはまって、うん、うん、まあ、そうですね、その新任というか助教の先生たちの、その、まあ、チョイスも毎年変わっていくわけで、だから多分こう維持、平均年齢が維持できてるっていう、はい、うん、そこのインプットとアウトプットの仕組みがある中 で、ね、そう、動的平衡が保たれてるから CSIS レーズは平均年齢変わってないはずっていう、で多様性は今増えてるみたいな。だから全体の高齢化では、なのでやっぱり上はやっぱり出てどっかしら出ていく仕組みを作ってあげて、でも入れる仕組みもっていうのは、もしコミュニティをある一定の年齢ぐらいで維持したいのであれば、そういう戦略を取っていかないと、まあ、みんなが平均的な年齢が上がっていって、はい、おしまいっていうのも別に悪い選択肢じゃないので、まあ、どっちがいいかは考えていかんと。で、自分の係も一生これやるのって、そうですよね、なんかしんどいじゃないしんどいじゃないですか。まあ、上がいるかいないかと、上が重いか軽いかっていう問題があって、うん、交通の場合は上の人たちが今でもこう偉い人として君臨していて、なるほど、あの世代が作っていろんな仕組みっていうのをなかなかこう打ち破れないなるほどっていう、そこがやっぱりいるだけじゃなくて、でもう50代ぐらいの人たちがもう若手であり、うん、ある意味こう諦めみたいなものを抱えてる、ね、なるほど、諦めみたいな。でも上の世代は壊してくれって思ってるんでしょうね、きっと。そうそう、本当に上の世代60代70代の人は別にもう 若手がガンガン言うのいいんだけど、うん、50代ぐらいの人たちがある意味こう今でも若手の気分でもうそのね、なんかそのヒエラルキーを保ったままこう上に行っちゃうと、ちょっと、うん、もうその下の人たちっていうのはもうダメなんですよね。そうですね、うん、そこは、うん、いや、なので僕割とコミュニティは10年いればいいかな、うん、10年一回り、とりあえず OS ジオも OSM も2008年から僕はコミットしたので、うん、なんかそろそろちょっと次のことやってもいいかなという、うん、そんな感じで今 OpenARL マップとか、うん、まあ、ドローマドとか、うん、ちょっと立ち位置が変わって、うん、ここもだから知り合って大体10年ぐらいそうそう、あとそうよくあるのは10年ぐらいやるとなんかそのうちグッドデザイン賞を取り始めるみたいな。ああ、やっぱそれもでやっぱり継続は力ないっていう言葉があるように、なのでそうですよね、だんだんなんかこう今までやってきたことがようやく評価されて賞を取り始めるの、うん、そのくらい。ああ、10年か、
僕も OS 上 JP の運営員になったのは多分バルセロナお掃除でのなんかの集まりが発端になってる気がするので、多分2009年ぐらいですかね。ですね。だそうすると来年も10年なので、じゃあそろそろみたいな。そうそう。何やらなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、多分。そうそうそう。まあ広くは一緒に、うん、あまあまあそうですけど、やっぱり今一番力を入れたいとこここみたいなのが変わっていくっていう感じかもしれないですね。ハマり込んでいく。なんかこう。だんだんこの会話自体が年取ってる感じがする、ね、気がする。とはいえ多分最前線であれですよね、こう働くというか最前線にいなきゃいけないのは変わらないので、うん、でもこうなるべく学生も巻き込みながら、うんうん、できると面白いですね。むしろ感じてくれる人が増える。そうですね。いいんですよね。どっか面白い世界を見つけてわーってやってる 人たちが一定数いれば多分いいんだと思うんですね。さてこれ、はい、これこっちまで、はい、ああそうよ、それ最後置いてあるけど、これどうしますか。新刊出ました。これでもずっと今話のバックグラウンドで言った、はい、そのスマートシティっていうのがやっぱりあのバックでいろんなスマートシティ関係者の機構があります。でそうだな、牧村さんのマースの記事はこれ結構日本でマース勉強するのもいいですし、川口先生が IoT について書かれてたりとか、多分いろんなことが本当にこの業界の日本における第一人者が揃ってて、私もあのたまたま公共交通オープンデータの話をなんとか4ページ分載せていただきましたという感じで、あのスマートシティの勉強、まあ、勉強っていうよりも日本はこんな感じだなっていうのをこうバッとこう眺めるには多分いいあの出発点になって、まあ、結構だからいい論文かなと思います。335号。都市計画。都市計画。都市計画学会の学会誌ですね。学会誌ですね。これはぜひ。あ、違うか。これボリューム67。これですか、これは。この数字は通号ですね。通号、ね、あ、通号、はい、そうか。なるほど、そうか。もう、なんか一瞬、学会になったことあるんですけど、ね、都市計画。あれ今学会じゃない。違う。今違います。あ、違いますか。全然学会なったんですよ。去年なって、で、論文集を出して1年目は残念ながら、はい、あの不採択になって、今年はめでたく採録になったので、11月のいつだっけな、中旬ですかね、に大阪大学の今年はあの研究発表会がありますけど、僕はだから初めて、なんか前に学生時代に多分学会自体は出た気がするんですけど、発表するのは初めてなので、もうどうやってやろうかみたいなドキドキものですね。はい、じゃあスマートシティ特集、はい、これ読むように。いや、いいテーマだと思います。そうですね、うん、なかなかまとまった論考が特集号として組まれることはないので、一方でじゃあどうしたらいいのみたいな話は、うん、皆さんちょっとずつ避けてる。うん、それはすごい感じました。感じたのと、あのなんかケチをつけるわけじゃないんですけど、まだ一部の人はやっぱりスマートシティイコールなんか環境、なんかエネルギー都市みたいな話をいまだにしてるのかみたいな。でも一方でちゃんとその僕ら的な文脈というか、そういう情報とかも含めた、まあ、いわゆる本当の意味でのスマートさを求めるっていう話も してらっしゃる方がいるので、そこは救われました。はい、うん、いや、あっという間に何ですか、瀬戸さん関西過ぎた。関西、うん、関西、関西はだから、2週間後に行きます、はい、大阪、はい、はい、その前に加賀によって書いてますはい、お、ま、たゲスト終わりました。はい、終わりました。お疲れ様です。3つ問題ありと奥に了解です。はい、オッケーです。はい、業務連絡です。はい、はい、うちのゼミの内情が全部生まれ生まれみたいな配信されてる感じの、はい、はい、じゃあこんなところですかね。こんなところですかね。あと、言わせたことがある人は、まあ、来週があるんでしたっけ。来週、まあ思い出した、まあ、うん、まあ、そうね、そうですね、はい、なんかあったっけ。来週、来週は普通、来週は普通。再来週がいない。再来週は僕はあれですよ。SOTM アジア。あ、そうです、ね。インドに行ってます。バンガロール。バンガロール。初めてのバンガロールで、初日は Google インドオフィス。へぇー。打ち合わせしてます。中身は秘密。
あのランチミーティングで美味しいの食べてきます。そうですね。そうか、再来週、再来週はそうだな。じゃあ、26。え、あ、いない。いないです。なんかね、国交省の会議が、それこそあの、モビリティなんとか。あの、配信されてますけど、大丈夫です。大丈夫です。それに、あの、あ、大丈夫です。これ終わったらすぐ駆けつける。そんな感じで。はい。はい。じゃあ、とりあえず来週はやる予定で。やる予定です。はい。ということで、はい。まあ、ありがとうございました。あっという間の1時間、お疲れ様でした。来週よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。ライブ終了。ポチッ。はい、保存します。終了。完了。いやいやいや、意外と多かった。意外と多かった。まあいろんなものが繋がってきてます。これでこっちも終了。